熱血コンサル基礎産業。ゴールドマン銀行免許取得で始まる日本の中小企業を食い散らかし。この話をね、もうどう言って言ったらいいんかな、逆に考えたら今まで持ってなかったんかって思ったんですけども、それだけ日本の銀行というその、マーケットが魅力的なんよね、外国からすると。だって一番リスクを取らないけど儲けも少ないってところばっかりやってるじゃんか。だけど実を言うと投資ってリスクもあるんだけど儲かるんですよ。僕の過去の経験でね、ある銀行がずっとメインバンクがずっと融資ばっかりやってるんですよ。これどこだったかな、 SMBC だったと思うんですけども、確かそこがずっとその融資はもう人に任せてて、で投資をずっと入れてるみたいなね、会社があったんですね。なんでかなと思って、でも蓋開けてみて分かったんだけど、そこがこうすごく儲かったんですよ、実を言うと。投資っていうのはそのリスクマネーなんだけど、そのリターンもでかいというか、その中でその外国とマーケットを持ってる会社が日本のこうマーケットとつないであげるってところで一つコンサルできますよね。その上で投資もやりますよ、出資もしますよみたいなことになってくると、非常に競争優位性が持てるという話が一つと、でもう一つはその銀行法が変わったからなんですよね。株式持ってもいいってことになってるから、だからこういうふうなところが増えてくるのかなというふうには考えてるんですよね。今回ゴールドマンが日本の中小企業を、ある意味買収というか買っていくっていう可能性があると思うんですけど、ゴールドマンが欲しいと思うような企業ってどんな企業になるんですか？やっぱり技術なんじゃないのかな、ものづくりというか。だって欲しいと思ってるマーケットは知ってるだろうからね。だからそれをこう垂直展開で、もうゴールドマンだけじゃなくて、もうパッと分かったことがあって買うじゃん、自分ところが買って、このゴールドマンのその外国の取引先で結構大きい資本を持ってて、割と金出せるところにこれを M&A で売るというかね、でそこで儲けるって。例えば将来的なその時価がこのぐらいになるだろういうところが、こいつらぐらいになってくると予測できると思うんですよ。だからそれを仮に少々高掴みしても、こっちの方でさらにこうシナジーを取ってから高く売るってことができるような会社は非常に多いのかな。なんでかっていうと、あともう一つあるのよこれ。日本の会社って資本金小さいからね、最初の資本集めが下手くそだから、それをこう大きく売却するっていうか、一番こうレバレッジが効きやすいっていうのがあるのかな。だから一つは技術を持ってるってことね。あとはそんなに資本金が大きくないというか、中堅どころじゃなくてもうちょっと小さいところで10年以内ぐらいのその業歴を持ってる会社で、何か尖ったようなものがあるような会社を買いに行くのかなというふうに思ってます。なんでかというと、業歴が長い会社っていうのは、この要は100あるものがこう例えば70とか80になっていくってところが多いからね。中小零細企業で考えると、やっぱり10年以内ぐらいの会社をこう元気がいいかブーストさせるためにこう投資を打つってことが多いのかな。もう一つ言うと、外資系の銀行もこうやってやってるし、で片やうちみたいな会社もやるんですよ、実を言うと。コンサル会社がやっぱり資金集めて一緒にやる人を今うちも募集はしてるんですけども、なんか今後出てくる話として、将来的な時価算定多分このぐらいになるかもしれない。例えば身近なところでいくと、その100万円の資本金で自分ところがその34万円出して、メインが66万円あなた出してねってことで、その資本は34万円しか出さないんだけど、レバレッジ効かせるところの融資社債の部分で例えば1億集めますとかね。だからその1億をみんなにこう出してもらって、最終的に事業が成長する中でそこの部分をこう分配で返していきますよね。で、なんでかというと、これ返せるから、儲かる事業だったら銀行が貸してくれるから。でその中でこの34万円のみんなに出してもらって買った出資を、例えば3400万円で売りますとかね。でそれをこうみんなに分配しますとか。だから一つの案件、僕らコンサル会社はプランを作って、そこでお客さんと契約をして、そのためにいろんな投資家から集めるというかね、
そういうふうなことも出てくるのかなと思うんですよね。それをもう僕らでも思うぐらいだから、ゴールドマンサックスぐらいになったらもう普通にもう何千億単位ぐらいでやると思うんですよ。逆に考えると日本の地銀はこのぐらいリスクが取れないと非常に難しくなってくるかなと思います。この間福岡銀行だったかな、自分のところでソーシャルレンディングやったっていうねニュースがあったけど、ここはやっぱりその資金調達を受け負うっていうことが、まあ、出てくるのかな。一つの銀行が借りて貸すっていう、その要は通常型でやるパターンとプロジェクトでその資金を集めるというか、このために銀行が受け負うみたいなね。もともとシンジケートローンとかそういうのでやってたりとかするんですけども、今後はやっぱりそういうふうな考えに基づいて資金集めをするということは非常に変わってくるのかな、あり方がね、と思われます。やっぱり日本の地銀もリスクが取れないところはどんどんこう統廃合されていくのかなといういい例に思えるようなニュースだと思っております。